本当に一番成長して大人っぽくなったりとか子供っぽく見えたりとかそういう、こういろんな表情が見える一番見える時期だなっていうふうに思っていて、少しずつ少しずつ大人になっていく私をいっぱい撮ってもらった写真集になってるんじゃないかなと思う。このカットです。これはどのような理由で？そうです、どの写真も私すごい先に撮ってもらったなっていうふうに思ったんですけど、今あのヤングタウン土曜日っていう番組をさんまさんとやらせていただいていて、それであの、まあ、放送の中でさんまさんにこれ写真集発売するんですって見せた時に、お前こういう表情もできるんだなってこのページを見ながら言ってくださったんですよ。それがすごい嬉しくって、これがそこからはこのショットがとてもお気に入りになりました。この写真集メンバーには見せましたか？見せました。評判はどうでしたか？そうですね、あの私から見せたっていうよりメンバーが見たい見たいってすごい言ってくれて、結構中見るときも可愛いって言ってくれたんですね。あの普段私ぼっちキャラというか、あんまりメンバーと一緒の輪に入ってるようなこうタイプの人間じゃないんですけど、でもメンバーから私の方に寄ってきてくれて写真集を見るために、それがすごい嬉しかったです。ぼっちキャラなんですか？ぼっちキャラです。あのどちらかといえばはぶられてる方って、いや違う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 です。じゃなくて自分が輪に入らないタイプなんですよ。で一人でこう淡々と何かをするタイプなんですよ。たまに入りたい時もあるんですね。だからそういう時はちょっとこう後ろから覗いてみたりとかします。そういう時はちょっと入りづらいです。いや私はもう優勝だと思います。優勝してほしいですね。広島の人たちもかなり期待をしています。注目してる選手とかは？そうですね、まあ、もちろん黒田選手も注目してるんですけど、私のおじさんがもともと33番をつけてたんですよ。で今その33番をつけてる菊池選手もこう黒田選手と同じくらい期待されてる選手なんですよ、世間的にも。なのでだからその菊池選手にも頑張っていただきたいなと私は思ってます。あのおじさんが、私のおじがカープに入ったのが私はまだ小学生の時だったんですよ。なのでその時からこう自然とカープ女子になっていったというか、あの感謝祭の時とかにはベンチに行かせてもらったりとかもしたことがあったので、こう急に燃えてきたっていうよりはこういつの間にかカープ女子みたいな、そういう感じですかね。あ、連絡取ってます。みんなで取ってます。どういうことをお話したんですか？あ、でもあのツアーのこの間ツアーの初日だったんですけど、その時にはみんな頑張ってね、初日頑張ってねって三重さんの方からみんなにメールをくれたりとかもするんですけど、あのそういうこうモーニングの活動のこととかもそうですし、普段の本当にたわいもない会話というか、今日何々したんですよとか、本当にみんなでご飯食べに行きましたとか、そういうこう何気ない会話とかもたくさんさせてもらってます。ああそうですね、東京都内のおしゃれなカフェ巡りをし始めたりとかしてる時に、あ、なんか自分なんかそういう趣味になってきたんだなとか思って大人になったかなって思います。カフェ巡りもぼっちになっちゃうんですか？はい一人でします。やっぱり一人とか気楽っていうところなんですね。まあ、もちろんこうたくさんいるときはいるときで楽しいなっていうふうに思うんですけど、一日のスケジュールを誰かに合わせるっていうより自分一人で組み立てて全部自分のために使えるのがいいかなって、一人でいるときのいいことかなと思います。